ともと私が就職活動をしていて軸としていたのが会社の規模、従業員数が10名以下の小さな会社で働きたいっていう思いがあったんですね。それともう一つが、社長の人柄ですね。この2つを軸に就職活動をしていたんですけれども、で、プレゼンスの説明会を聞いて、あ、この社長と一緒に働いてみたいなと、もう直感で思ったんですね。私自身もいつか自分で会社を立ち上げて起業したいと思ってるんですね。で、その時に理想となる 社長像っていうのが自分の中であって、それがもううちの代表の当時ともう全く同じだったんですよね。で、実際に、あ、この人とだったら一緒に働いてきっと学ぶことも多いだろうと、で、それを学んでいつか自分のその独立のその基礎の部分ですかね、その部分になればなという思いがありまして、一緒に働こうと決意をしました。お客様の販促活動のお手伝いをすることになります。はい。で、具体的な内容としましては、まずはお客様の、商品であったりサービス、あとはターゲットですね、その商品サービスのターゲットをヒアリングさせていただいて、弊社の持っているデータベースを活用してどんな、販促を行えば一番効果が上がるのかっていうのを一緒に考えてですね、仕事をさせていただいております。 DM 発送の販促のお手伝いをさせていただいた企業があるんですけれども、私たちが想定していた数字というのがあるんですけれども、それの4倍ぐらいですかね、反応が良くてですね、で、実際にお客様からはプレゼンさんと一緒に仕事ができて良かったと、で、また来年もお願いしますというお声掛けをいただきまして、それは本当に嬉しかったですね。2年後ですね、役員になろうと思っています。で、そのためにはもちろん営業成績を上げるっていうことはもう一番大事だとは思うんですけれども、例えば、一緒に働く仲間の一人一人の特性をつかんで、その人に一番合った仕事を割り振る力であったりだとか、広告連絡相談、もう当たり前と言われていることを当たり前に行う、これを日々積み重ねていくことが私が今後成長していく上で一番必要になるのではないかなと思っています。マネジメントであったり一人一人の適性を見極めるっていうところは日々 の業務で少しずつ培っていけてるんですけれども、今後一番やはり伸ばしていきたい能力としては営業力ですね。もっと今以上にも何倍も数字を上げられるような営業力を身につけて、私と関わるさまざまな方に信頼をしていただきたいですよね。実際に会ってお話ししたり写真や動画だとすごく真面目な印象が強いと思うんですけれども、実際オフになると例えば社内の飲み会なんかだと率先して変顔をしたりだとかもともと関西の出身なのですごいお笑いに熱いんですよね。で、周りを盛り上げるっていうことに関してはもう天才的だと思います。当時社長自体があまりその人にこうした方がいいとかもっとこうしなさいっていうタイプではないんですよね。実際に営業動向とかもさせてもらったんですけれども、見て学ぶと、素直な学生、これにも限りますね。で、素直なんですけれども強い意志を持って例えば何でも学びたい、俺はもっと成長したいんだみたいな、そういう成長することに貪欲な学生と働いていきたいですね。で、仕事を始めると分からないこととかもたくさんあると思うんですけれども、そこは私が全力でサポートするので、もう仕事に専念してもらいたいですね。プレゼンスは少数精鋭のベンチャー企業ですので、学べることも経験できることも豊富にあります。ぜひ一緒にプレゼンスを盛り上げましょう。